こんばんは、織出健一です。こちらの時間は2020年12月19日の夜10時になりました。あなたがこれを聞いている時間は何年何月何日でしょうか。今日午後、J リーグの実況をしてきましてね、えー、トヨタスタジアムでの名古屋グランパス対サンフレッチェ広島戦でして、まあ、今シーズンの J リーグはね、最初にね、 1> 第1節、開幕節ね、開幕戦、ドーンとやって、さあ、いよいよ本格的に始まっていこうかというところで、新型コロナウイルスが広がってきて、あ、これちょっとやってる場合じゃないということで、中断になり、ただ、中断にしたとはいえ、いつ再開できるかっていうメドっていうのは、春先には立ってなくてね、えー、ちょっと落ち着いたというところで、再開になりましたけどね、ただ、お客さんは入れず、 リモートマッチね、無観客でやったっていう、そこから始まって、で、大丈夫かなーっていうことで、じゃあ、えー、30%までね、その入れる人数の30%を上限にして、ちょっとやりましょうかーって言って、で、しばらくやってて、大丈夫そうだねーっていうことでね、で、50%まで入れてやってみようっていうことでやって、で、本当だったらね、あのー、 今ね、最終戦は、じゃあ100%に戻ってね、大変だったけども、なんとか乗り切ったねってことを言いたかったね、言い合いたかったかもわかんないけども、まあ、ちょっとまた今、感染者も増えてきているので50、50%というところでとどまって、で結局、声を出しての応援っていうのもね、できなかったんですよ。なり物について、あのどんどんどんで太鼓を鳴らしたりするものについては、クラブの承認が。 えー、得られればとということで1つとかね、そのくらいはいいですよということで、それでちょっとね、えー、みんなで一体感出そうかなんてことを名古屋はやってましたけれどもね。で、そういうまあ運営の面も大変だったんですけど、やっぱり僕ら、えー、まあ実況をする方、中継をする方っていうのも、まあまあいろんなね、やっぱりルールっていうのが新しくできまして、再開されてからはね、まず体温を測ってください。まあ、これは、えー、J リーグに限らず、どの。 リーグでもね、それからどの職場でもそうでしょうけれども、毎日体温を測ってちゃんと記録してくださいと。で、37度になったらもうね、えー、ダメですよと。それから2週間以内にそういうね、新型コロナウイルスにな、えー、感染者とね、接触があったとか、そういうような場合は入れませんよとかってルールがあったりして。で、その、まあ、シートが配られてね、その2週間ちゃんと記録していって、それを報道の受付で出すなんていうことをやってましたよ。で、そこで、えー、まあ、 あのなんだっけ手指消毒っていうんですか、えー、アルコールでやってで手を、ね、ちゃんと消毒してでシートを渡してで身分証明っていうのも、ね、見せなきゃいけないんですね。で本当にこれで書いた人と、えーね、出した人が一緒なのかどうかっていうところもチェックして,っていう身分証明身分の確認っていうのもちょっとするわけですよ。でとはいええー、身分の証明っていうのは、ね、やっぱりどういうものがいるのかなやっぱり免許証とかいるのかなと思って最初の頃は、ね、免許証を準備しようとしたんですけど まあ、名刺でいいですよみたいなことを言われましてえ身分を証明するのに名詞でいいんですかみたいな <laughs> まあ考えてみたらそこのシートに書いてあるのは、えーっとまあ、例えば新聞社だったらどこどこ新聞の誰誰みたいな形それから放送局だったら何々局の何々っていうことでちゃんとねそこの会社名が書いてあるわけですよで書いてあるんだけれどもねで名刺出せばその会社のね名刺と一致になってればまあいいだろうっていうことなんでしょうね だからそんんなな名刺なんていうのは本当に偽造でできちゃったりするでしょね <laughs> 大丈夫なのかなとも思ったんだけどで今日行く時名刺忘れましてねええー、困ったなと思って名刺がダメなら運転免許証でもいいかっていうことでね運転免許証でなんとか通りましたけどなんか逆にちゃんとした身分を明かしてね <laughs> 入ってた気がするんですけどあれねやっぱ企業の名刺っていうのはそういうところなんか効力あるのね 公的な身分の証明はないけれども、ちょっとしたところだったら身分の証明になったりするんだなぁと思って、いいなぁ、会社に守られてるってそういうことなんだろうなぁ僕はもうね、あの事務所も出ちゃってるんで、一人でやってるから、自分の名前と、えー、なんだっけ、スポーツ、えー、アナウンサー、ラジオパーソナリティ、えー、とえー、声優、朗読家っていう、もうなんか自分がちょっとでもやったことあること全部いいこと書いてみたいな、そんな名詞なんでね、どこの誰っていうのは全然わかんないんだけどね、それでもいいみたいですね <laughs>。 <laughs> それで通ってましたからね、まあ、顔と名前と顔写真入れだったからよかったのかな、えー、その辺が一致したからよかったのかもしれませんけれども、織出謙一のスクリーンオブライ,ブライ改めまして、織出謙一です。J リーグの実況が今日、えー、無事終わりまして、今シーズンのね、13年目ですよ。終わりまして。2008年から えー、名古屋グランパスのホームゲームの実況を、えー、地元のコミュニティ FM でずっとやってましてもう13年もやってんのねラジオでサッカーの実況通のう、ね、のんか自分で上手くなったとは全く思わないんですけどね、うん、ただ多分こういうことが必要なんだろうなっていうことをベラベラと喋ってるだけなんで全然上手くなってない気がするんですけどね、まあ、聞いてもらってる方ありがとうございますね13年もやってますけど最初の頃はやっぱりビビりましたよ プロのサッカーを実況しろ。ラジオでっていう。ラジオでっていうのが一番つらかったですよ。ラジオでそんなサッカーの実況なんてそれまでやったことなかったですからね。で、プロですから、プロリーグ。ね。やっぱりいろんな人がこう触れる機会のあるっていうね、サッカーですよ。で、まだ当時は、今見たくね、こう、配信の時代じゃなくって、じゃあ、テレビ中継がないときっていうのは、もう、えー、 ラジオでしかなないといとううような状況だったんですよだから地元のコンテンツとして、まあ、地元にね、プロリーグがあるっていうことで、そこにコミュニティ FM が中継させてくださいよって言ったのが13年前で、そこからまあラジオの実況をやってて、で今にねあの、ダゾーンをはじめ、そういったスマホで見られるっていうようなね、形にもなってきているので、だいぶそのラジオでラ、えー、実況をするっていうののの意味合いっていうのは変わってきてるかもしれないけど。 今後ね 5G っていうことで、もうほとんど遅延なく映像が見られるっていうことになったら、もっと変わってくるんだろうなと思うんですけれどもね。まあでも、13年前、ね、いきなりこうトヨタスタジアムで実況しろなんて言われた時にはね、まあまあびっくりしましたよ。で準備する期間もそんなになくで。2008年の3月から始まって、2008シーズンの時から実況やってて、その前、2007年の秋口ぐらいに、えー、やってくれって言われたんですよね。 でやってくれって言われてちょっとこう最終節あたりで、えー、ちょっとお試しっていうことでやってみようなんてことであったんですけどまあお手本もないですからね、うん、どうしようかなと思って考えたのがサッカーゲーム。まあ13年前とはいえもうサッカーゲームも結構コンピューターが動いていてリアルな。 えー、まさにテレビ中継を見ているようなアングルで、えー、選手が動いている。で、あの自分がプレーしなくてもオートプレーっていうので、コンピューター同士の対戦っていうのもできていた、確かウィンニングイレブンでしたよそれがあったので、えー、プレステ、まあ今、今でこそ僕プレステ4とプレステ5持ってますけれども、13年前なんて持ってなかったから、あれ何だったんだろう、誰かに借りたのかね、でそれでねウィンニングイレブンも誰かにあ,あったのかね、どうしたんだろう、<laughs> 今にして思えば。ででそれで コンピュータータ同士のオートプレイをさせてね、えー、実況をしたもんですけどただまだ実況のそのやり方なんてのは分かってないからねどうやったらいいのかねなんてことを言いながら13年経って <laughs> できてんだかどうだか分かんないですけどもまあそこから B リーグにもつながっていってるんでね、まあ、人生の転機ではあったかもしれませんけどであのー、その本格的に始まる前の2007シーズンの時に僕千葉 ね、今、ジェフ、千葉の、ね、スタジアムあるじゃないですか。あそこに行って実況をしたんですよ。だから、トヨタとかみずほだけじゃなくて、あちこち行ってましたよね。例えば、ジュビロの,ああのヤマハスタジアム、今っていうヤマハスタジアムも行きましたしね。あと、新潟。 新潟行きましたよ今、あの電化ビッグスワンスタジアムっていうんですかね、あのワールドカップのサッカーの時にもね、あそこで新潟でやったんじゃなかったっけ、そういったところ。車でみんなでね、6時間かけて1台の車に乗っていきましたね。あ、そうそう、あの湘南 BMW スタジアムって今言ってますけども、えー、湘南ベルマーレのホームスタジアム、あそこで僕、優勝実況やりましたからね、そういえば。あれ、2010年 ?10 年ぐらい前だよね、もうね。 アウェーの地で優勝を決めた名古屋グランパスリーグ優勝は後にも先にもその1回だけなんですけどもそこの優勝実況をやりましたねまさか自分がグランパスのね優勝のねシーンをラジオでお伝えするなんてことは思ってなかったですけれどもねまあそれ以降どん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 低迷をし J2 にも落ちましたグランパス J2 のときには本当にね、中継自体もどうなるかっていうところもあったんだけれども、1シーズンで戻りまして、奇跡的にね。で、今シーズン3位、ね、これ、来シーズン優勝なんていう目が出てきたら、また、 優勝シーンっていうのを中継するんじゃないですかね。だから、ホームに加えて、アウェイの地でもやろうっていうふうになってくるかもしれませんけど、そうなってくるとね、また最終節とかその前あたりのね、一番盛り上がってるところで、アウェイの地から実況できるなんていう、まあ、当時の10年ぐらい前にグランパスが優勝したときとまたちょっと一味違った、もう,もうその頃とは10年と一つでおっさんになってますからね、もうおっさんの実況になってくると思いますよ。安定した感じでね。はい、<laughs> さあ、次回のスクリーンオブライフ、10月じゃない、12月27日、日曜日の夜10時から。 あこんばんは、はいえー。そんな感じで今日は J リーグの実況もしてきまして、ね、ということで、実況ずっとやってますねなんて話をしてましたけれどもねで、12月の27日ですよ、来週、スクリーンオブライフやるのはね、日曜日なんですけど、まあ、年賀状の準備ってのもちょっとしとこうと思いましてね、昨日、年賀状の撮影行ってきまして、ね 僕の年賀状って見たことある人はわかると思うんですが、とはいえ40枚くらいしか配ってませんので、別に出し惜しみしてるわけじゃなくって、えーまあ、そのくらいから増えていかないんですよ。えー、新規には出していってないので。で、あの僕の年賀状っていうのは、えー、っと、一番最初に。 名古屋にまだティファニーの、えー、フラッグシップ店、フラッグシップフラッグシップ店っていうのかなド、えーンとまだティファニーのー建物があった今もね、なくなっちゃって、そこがなんか総合ビルみたいな、3階建てぐらいの総合ビルになってて、そこソニーストアかなんかが入ってるビルになっちゃったんだけど、そこのね、えー、前はティファニーがドーンと立っていて、まあ、まさにティファニーって感じの、そこだけ切り取ったらちょっとアメリカに行った感じのね、アメリカでもどこでもいいんだけどさ、あの外国に行った感じのた、えー、佇まいになってるから、そこで。 スーツ着て、ネクタイ緩めて、牛乳とアンパン持って、なんか美行風な感じでね、そのティファニーの前で朝飯を食べるってね、日曜日の早朝に行ってね、栄えだから人いないんですよ、ね、人がいないところにこう写真をバシャって撮ってね、それを配ったって、ティファニーで朝飯をっていうタイトルをつけて、そっからですよ、なんかネタなんだかなんだかよく分かんないような写真をずっと1枚撮って、それを印刷してるっていうことをやってまして。 最初はねあの、日本で一番シリーズっていうのをやってまして、日本で一番長い国道、直線距離が長い国道ってどこだか知ってますこれ、北海道にあるんですね。で北海道行って、でまあ、観光をしながらそれを撮ったっていうもので、それを送りました。で、日本で一番短い国道っていうのは神戸にあるんですよ。ね。でそこで撮ってっていうのをやってましたね。だからこれ、2年で一つみたいな感じとかね。 あと、時事ネタなんかも取り入れて、マイケル・ジャクソンが亡くなった時なんていうのがあったんですけど、あれ僕、ネバーランドで写真撮りましたから、わざわざネバーランドに行きましたね、朝の暗いうちから出発して、車で、どうでしょう、えー、3時間くらいかな、ネバーランド。長野県ネバ村。道の駅ですよ。ネバーランドって言ってね。あるんだから、これ、本当に。そういうこと、全部探してんの。で、一番大変だったのは、広島に行きまして、 バス停で写真撮りましたよ。おりでっていうバス停でねえ。わざわざそこまで行って、おりでっていうのがこれ、Google マップが出始めた頃でね、検索すれば出るんだ、そういうのが。で、行ってみようぜって言って行ったら、廿日市市の普通の住宅街にあるおりでっていうバス停、そこで写真撮って、あ、また帰ろうみたいなね。また6時間かけて帰ってくる。広島に行って、広島でうまいもん食べてないからね、広島へ来たなんかでマクドナルド食べて帰ってきましたからね。とかね、えー、 あと梅田のスカイビルなんか撮りましたねそうそうそうあれはあのー、世界の20代建築物っていうのに選ばれていてでそ,それが大阪・梅田スカイビルっていうのがあってでそういうねなんか知らんやろみたいなこれそうなんやでみたいな感じのをちょっと撮って送ってましたねそうでエヴァが公開された時っていうのはロンギヌスのやりなんか撮りましたよ 当時は珍しかったですよね。なんか、森、えー、リブリン効かなんかこう、なんていうの、年輪みたいにこう、そういうのが出るような、えー、鉄でね、ロンギヌスの槍ができました、作りましたなんていうことをやってて、おー珍しいねなんていう。で、エヴァンゲリオンも公開になるからね、ちょっとそれを取って、まあ、今年はこんなんありますねみたいな感じにしようかっていうことで言って、あれから新作出るまでにかなりかかってますよね。来年がいよいよ完結かな。<laughs> ねで、去年、去年の年賀状が、 え道の駅平成っていうへなりっていうのがこれ岐阜県にあって当時平成になった時にねへなり地区っていうのがあの平成と同じ漢字を書くってことでちょっと有名になったんですよでじゃあまあ平成も終わるからそこで撮ろうっていうことでそこ行きましてね道の駅へなりそしたらね「感謝感謝ですよへなり地区」「ありがとう平成時代」なんていう横断幕かかってましてね <laughs> どれだけこの平成の30年間、そこにね、へなり地区の皆さんがのところにね、こう、いろんな道の駅で集まってきたかってことを思うと、平成ってすごいなと思いながら。で、今年、今年の年賀状が一番なんか困って、えっ、ー、とね、心折れてまして <laughs>。今もなんですけど、あの、まあ、事務所を辞めるっていうことをもう夏に言って、でもうなんか、何にもこう、やる気もなく、 でも年賀状も出さなくてもいいかなって思ってたくらいな感じだったんですよで。去年のが、今年のが一番なんか手抜いた感じで、2019年のインスタグラムでいいねをもらったっていうのが、えー、9枚。これ、インスタのサービスだったのかなインスタのサービスをそのままあの1枚の画像をキャプチャーして、それを貼り付けたっていうね、一番手抜いたやつでした。で今年もまあいいかなーっていうことを思ったんだけど、まあとりあえず、まあ、 で写真だけ撮ってきましたで、まあ一応そのメモリアルっていうかそういうテーマで、えー、撮ってきたんですけどね<っ>ああそうそう梅田スカイビルってそうなんですよだから僕の年賀状をもらって今年何かなっていうことを楽しみにしてた人だとそういうようなね、えー、うんちくもちょっとあったりしたりした時もあったんです だだから、あそ,うだそうなんだみたいな、あね、みたいな、んみみたたいいエ公開ね日本で一番長い国道ってここなんだ直線距離が長い,長い国道ってどこなんだろうとかね短いところってどこなんだろうみたいなことをちょっと調べてもらってもいいかなと思ったんですけどであの最近心折れたのはそんなことをしたって誰もそこは調べないだろうっていうことをだんだん気がついてきたからです で、一生懸命撮ったところで40枚くらいしか配ってない年賀状に対して、そんなにコストをかけるものなのかどうかということも思いましてね、なんか心折れたんですよ。折れたんだけど、来年のね、2021年はちょっとまた一応ね、出そうと思って、えー、撮ってきましたよ。で、今言っていたこういう写真っていうのは、基本的に僕一人しか写ってないんです、ね。もちろん観光地だったらお客さんもいっぱいいるし、ね。 まあ僕、平日の昼間なんかに行ってましたけれど、その平日の昼間にえー行ったとはいえ、やっぱり人通りがある、その人通りを避けて写真を撮っていたわけだ。で、途中でやっぱりこう人がこう映り込んでくるっていう時も、あこれはいかんなと思って、タイミングを見計らってね、もう本当に1人になった瞬間をとっ狙って撮ってるっていうことをずっとやってたんです。 意外と平日の昼間っていうのはそういうチャンスが、えー、観光地いうてもありましてでも、まあ、そういう観光地だからねけあの人がいそうでいなくていそうぐらいな微妙なところなので多分土日だったりすると梅田のスカイビルなんていうのも結構人がいたりするんだろうけど平日だとうまくタイミングになればねちょっと外れるっていうところもあったりするんですよ時間あの全く人がいないっていう時が一瞬だけねでそういう時を狙って撮ってるんですよでそうするとなんとなくね不思議な感じになってえ人払いして撮ったんですかみたいなねなんかこう 廃墟感っていうかディストピア感っていうんですかね、そういう感じも出ますね、みたいなこと自,自画自賛してましてね、えー、人から誰にも言われてない、本当に自己満足の世界でずっともう、もう何、これも10年、20年近くやったよね、こんなことね。ねえ、認められないね。<laughs> 今年のリデさんのテーマ本当、認められないっていうね、認められない、認められたいっていうことでね、ここのところ動いてますけど、で、年賀状の撮影を昨日の朝、午前中に、 やっってきましした。た今週寒かったでしょ、ね。雪なんかも舞ってた時もありまして名古屋でもうっすらと雪化粧なんてこともありましたけどね、えー、ちょっとその寒さが緩んだ昨日の午前中にある場所に行って撮ってきましたね。えー で、えー、今年のこの撮影はもう自分一人でやろうと思って、いつもだとね、ちょっと弟巻き込んで、弟いいカメラ持ってるんで、おここ行くぞって言ってね、で、写真をこう、構図なんかも決めて、もうちょっとこっち兄さんみたいな、えー、もうちょっと見上げ,見上げるんだったら、もうちょっとこの角度とかって言われて、撮ってるんですよ、えー。だけどまあ、タイミングもないし、まあいいかと思って、一人で、まあカメラもね、Vlog カメラを撮ったんで、それ使いながらやれるだろうと思って、えー、撮ってきました。 で、一人で行って、その場所に行って、だいたい構図も決めて、で、カメラをセットして、で、まあ、えー、遠くに行って、まあ、リモコンでね、カメラのリモコンでシャッター切ればね、まあ、撮れるだろうと思って、行きましてね、で、カメラをセットした、いい位置にセットして、で、そこから、あの、全体を入れるためには、カメラから、えー、5、60メートルくらい、もっとかな、100メートル近く離れないといけないようなところなので、ね、全体を、その、全体を映そうとするときに。 で100メートル離れてで、シャッターを切りながらね、えー、撮っていったわけですよ。で、シャッター切っていったら、意外とカメラのリモコンっていうのは電波届かないもんでね、もうそこまで行っちゃうと、シャッター切れないってことに、ね、気がついて。じゃあ、まあ動画でね、動画で、えー、後からいいシーンだけこう切り抜きましょうみたいな。静止画にしてね、切り抜きましょう。今ってそういうこともできたりするから、それでもいいじゃんと思って、えー、もう一回2回目っていうことでもう一回100メートル、あの、 動画のスタートボタンを押して、で100メートル離れて、じゃあちょっとこう静止画になってもいいように、えー、ちょっとこうポーズを取りながら、ちょっとずつ近づいていって、遠くのバージョンでポ,こうポーズを取るのと、カメラに近づいててポーズを取る。画角が見えないから、まあその、適当にこの辺かな、この辺かなみたいな感じで、ちょっとずつポーズを取ってい、えー、こうと思ってた。で、そうしたら2回目、遠くから子供の声が聞こえてきてね、キャーキャー言ってる。 でなんか男の人の声とか女の人の大人の声も聞こえてきて何だろうと思って見てみたら橋の向こうからね保育園児たちの集団がうわーって来てんの。の緩んだじゃん寒さ緩んだからいやちょっと寒い時にはなかなか体も動かせなかったからどうやらそこに来て広場もあったので広場のあるところだったんで体も動かしてやろうっていうねえ思ったんでしょう。っっててお遊タタイイムムいいうううか運動タイムっていうのががちょうど僕が今 ポーズを撮っててるたた。りに近づいてきたよのが見えたで、園児たち、保育園児たちの20メートル前に僕のカメラがある。やばいと思って、80メートル僕ダッシュして、カメラの前に行って、一応こう写真撮ってるんですけどね、みたいなカメラ覗き込みながらね、撮ってるんですけどね、みたいな感じで、うん、ごめんなさいね、みたいな、うん、なるべくちょっとこう離れててくれないかな、みたいなこう空気を出しながら、ね。 まあその僕の横は別に何にもこう気にもせずに通っていったんだけど、その僕が取っていた、そのポーズを決めていた広,間のと広場のところに行って、はい、みんな並んで、みたいな。はい、荷物ここに置いて、って置いた先が僕がちょっとポーズを決めていたその場所なの。置いて、さあ皆さん、みんなここでね、ちょっと遊ぼうね、つって、ね先生とのお約束ですよ。あんまり遠く行かないでね、みたいなことを言ってるんだ。でそして、はい、じゃあ遊ぼう、つって、僕がポーズを取っていたその場所でわーって鬼ごっこをし始めてさ。 どううしようってめちゃくちゃ中途半端な写真しか撮れてないぞと思ってこれでもいいかなとも思ったんだけどただね言うても保育園じゃそんなに長い時間遊ばんだろうと1時間も遊ばないんじゃないかねそんな1時間や1時間半も遊ばせてくったくたにするのが目的じゃないからね多分子供たちのちょっとしたところ体力をつけようっていうことでちょっとこう遊ぶ時間を作ったっていうことだと思うんだ。 ね、だからちょっとまあしょうがないからちょっと時間潰つぶそうと思って車に戻ってさでこう30分40分んーっとしてましてくのまの,の中あったかいんでね、えー、非常に気持ちよかったんだけれどもバーっと待っていてねで、えー、30分40分してパッと見てみたらまたはい集合みたいなことやってるわけあこれはもう帰るんだなと思ってじゃあそろそろ準備しようかなと思いながらね、えー、じゃあね先生の後ついて帰ってねみたいな感じでこうさっき渡ってきた橋の方に向かっていくわけ。 ああようやくこれで撮れ。もう30分くらいそこで時間ロスしててね。じゃあこれで予約撮れるなと思って。またカメラを同じところに置いて。位置はこんなもんかなと思って。で、どういうふうにルートを歩いてくるとこの画角から外れないからあんまり、あんまり端の方を歩いちゃうとカメラから切れちゃうなとか、いろんなこうコースを見ながらね。さあさあ3回目だ3回目だ。ずいぶんかかったね3回目みたいな感じで。で、また100メートルくらい離れて、またポーズを取りながらちょっとずつ近づいていって。 まあちょっとそ,その辺は何も画角は見えないけどなんとなくの感でいい感じできたらいいなと思ってこことこことここってあたりをつけてちょっとずつねこうカメラに近づいていこうというような作戦で3回目ポーズをとってそしたら遠くから今日はあったかいねみたいな感じのもうあのお年を召された方女性2人がとことこと歩いてくるもうやっぱり寒さがいるんだからみんな外に出てね日の光浴びたいのね <laughs> 歩いてきてきね。 さすがにこれもお散歩だからそんなここのねあのさっきの園児と違うからあの急にさあのお年を召した方女性二人がさ広場の前で鬼ごっこしないだろうからさそれは大丈夫だろうと思ってまあ通り過ぎるのをずっと待ってる。ね。 また、あのお年を召した方だから歩みが遅い <laughs>。いいんですよ <laughs>。僕が勝手に写真撮ってるだけだから、もうね、数分待って、通り過ぎていったらそこでもう映るわけだからさ、もうあのいなくなるわけ。もう自分で自由に撮れるから、もうそれでいいじゃんと思って、ずっと待ってて、ゆっくりとおしゃべりしながらね、日の光を浴びながら、ポカポカとした、ちょっとした陽気な空気は冷たいけども、日の光はあったかいって感じのね、で、とことこと歩いていって、で、僕の目の前で止まって、なんかこう、足が痛くてさ、この足がね、みたいな足さすりだからさ。 <laughs> うわもうお年を召してるとそういうやっぱり健康トークってのもやっぱりあるんだねっていうでも僕の目の前でわざわざやなくてもいいじゃんっていうね。 一応これ動画で撮ってっからその様子映ってっからねみたいなことを思いながらでまあなんとかこうどうだろう僕のイメージからもう5倍も6倍も時間かかってようやく通り過ぎてああわかんじゃいったねーと思ってで、えー、歩いていきましてねまたちょっとこうポーズを取りながらこ、まあのま静止画にして写真を撮るわけだからもう歩いていくだけじゃなくってところどころポーズ決めながら、まあ、写真でうまく撮れたらいいないみたいな感じでまたちょっと近づいてカメラの方に5メートル10メートル近づいて写真を撮っあのポーズを撮ってでまたちょっと近づいていこうと思ったら僕の視界の右 右端から今度は男性がゆっくりゆっくり歩いていくるのが見えて今度は僕がこうポーズをとってる後ろを通っていこうとしてる男性日向ぼっこっぽい感じで散歩しながらうわーと思ってどうしようこれでもなーもう近づいていっちゃおうかなと思ってたらその あの男性が自動販売機の前で立ち止まってじあのジュースを買おうとしてるってのが見えたからもうこれはもうこの時しかないと思ってもうずっとポーズをつけながらそんなにねあの5秒10秒ポーズを作らなくても一瞬だから一瞬その静止画を切り取れるようなタイミングで作ればいいからバーって撮っていってなんとかカメラの前に行ってあの静止画の動画の停止ボタンをポンって押してねそこをこう男性がゆっくりこう歩いていくっていう。 まあ本当にね、あったかくなった、寒さから、寒さが緩んだ平日の午前っていうのは、やっぱそういう方っていうのがいっぱい来るんだなと思って、なんとかかんとかまあ一応撮っては見たものの、まだそれがちゃんと静止画になるかどうかっつうのはわかんないんですよ。まだ見てないから。あの動画一連は見たんだけれども、切り取ってっていうのはまだ見てないからね。 どうなるかわかんないんで、まあ、一応静止画でも抑えてるんで、まあ、その中から今年はちょっとね、えー、やろうかなとは思ってますよ。まあ、年賀状ってやるでしょ、25日までに出せば、なんとか元日までに届くって言いますからね。えー、で、なんとか今日19日でしょ、間に合うような間に合わないようなっていうような感じでね。やり始めたら早いんですけどね、そのやり始めるまでの時間っていうのがあれだし、なかなか取れないし、今年に限ってはまだ年賀状買ってないっていうね。 やる気なかったのかなっていう感じもするんだけども、あとはあプリンターも若干壊れておりまして、紙の送りがうまくいかないプリンターになってしまいまして、これをね、わざわざ買い替えるっていうような時間とお値段、お金とね、そういうのも、あとはどんなものがいいかっていうのも選んでないから、なんとも言えない状況、本当に瀕死の状態っていうかね、ちょっともうどこかが痛い,痛いみたいな感じで。 どこか怪我をしながらなんかプレイしてる野球選手みたいな感じで今年の年賀状、来年に出すっていうためのね、今年の年賀状作りっていうのはやってるんですけどね <laughs>。まあね、やっぱり平日ブラブラしてるというようなことありますよ。あ,ーあ、そうです。あ、ひろあそちょっとあの前のコメントですけど、そう、あの、折出のバス停は広島でして、えーまあ、この折出って名前がね、広島に多いもんですから、せいがねあるい、あるエリアのある場所にたくさんいるみたいな。 感じです賃名ででもないんですよねこれ賃名だったら僕の高校には上地国んとか、むた上東君とか、あがたんとかいっぱいいましたからね、そっちの方が珍しいなっていう感じがして、織ではそんな感じじゃないなっていう、なんかすごくこの辺も中途半端なっていう感じがして、これね、古舘一郎さんがやってる、NHK でやってるね、日本人のお名前なんかにこう出せるんじゃないかなとも一生思うんだけれども、ちょっとやっぱりインパクトがねえなとも思って。ね、で 結構、折り出で検索すると、ツイッターなんかではバンバンですね、あのー、若い人同士が、えー、折り出ってこう呼び合っている人がいて、ああ、やっぱり僕以外にも折り出って、僕の、ね、家族以外にも折り出っていうのはいっぱいいるんだなとも思ったし、それから普通にこう、えー、折り出っていう名前で検索すると、折り出賢治さんっていうのがいらっしゃってですね、これが確か、いいいいと僕が知ってる限りでは愛知県のどっかの大学の教授っていうふうにありましたかね。賢 <laughs> 治だって、賢一じゃなくって。 だからねそういうのも知っちゃうとネットであんまり自分の名前に特殊性というものは感じないんですよね珍しい珍しいとは思っていながら珍しいことよりかはこの名前が伝わらないっていうのがめんどくさいんですよね。言うてもさっき僕がちらっと言った「ムタガミ東」とか「紙実国とか「あがた」っていうのはちゃんと音で聞こえるでしょ何って言っても「ムタガミ東」「神実国アガタっていうのは伝わるじゃないですか。折ではこれ難しいんですよね、えー あの折り出というものよりもまず折り土っていうのが結構ポーンとこう頭の中に浮かぶらしくまず折り土さんっていうことで間違えられるっていうあとは掘り出ってのもね掘る掘る方の掘り出っていうこれはあの死ンの H の音がなかなかこううまく乗るか乗らないかで掘り出か折り出かにね変わっちゃうっていうこの辺の難しさもあったりして一発で名前が伝わったってことは本当にないんでねもう 中途半端だなって、こういうところも中途半端だなって思いながらずっと生きておりますけれどもね。さあ、来年の年賀状どうしようかなということで、これ、まだ印刷してないから、これでもう終わりっていうことにしてもいいし、だったらもうネットで済ませるとかね、いろんなことも思ったりするんですけどもね、どうしたらいいかなというふうに思っています。だん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 その年賀状を出すっていうことの、その、まあ、意味がないっていうかめん、めんどくさいっていうか意味がね、なんかそこから何か、 あの話が広がっていくのかなと思って、なんかね、くすっと笑ってもらえればいいやと思ってやってたんですけども、なんとなくそんな感じでもねえな、これはというふうにもちょっと気づいてしまったので、かといってちょっとやめるのもなんだなと思って、中途半端な感じで、今年もやっておりますけど、はい。さあ、ということで、次回は日曜日で12月27日日曜日の夜10時からということで、 やっていきたいと思いますが、今年最後のスクリーンオブライフってことになるんですね。次回39回目になりますけど、ようやってるわな。<laughs> ぜひ日曜日の夜1時またお付き合いください。田健一ででしたたはまた27日に